3月24日春部町3丁目に完成した水江涼風公園の開園を祝う会が行われました。式典に先立ち、水江小学校金管バンドクラブによるアトラクションが行われました。今日は皆さんお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。この立派な公園、防災を兼ねたいろんな道具が向こうにあるんですけど、本当にありがたいことです。お話をしながら有効に活用できたと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。おかげさまでですね、立派な公園はできました。それから街並みもですね、大変きれいになってまいりました。地域の皆さんの本当にですね、熱い熱い思いとご協力と熱心な取り組みと、私どもそのことにお答えをさせていただきながらですね、完成をした街づくりと、こういうことになっております。何よりも災害に対して強い街になってきたと、そういうふうに思っております。今日こうして皆さん方にですね、ご披露できるということはですね、この上ない幸せだと思っております。本当にありがとうございました。私のご挨拶とさせていただきます。どうもおめでとうございます。素晴らしい天候のもと、水江涼風公園の開園式、誠におめでとうございます。公園、それはこの地域の皆様方の憩いの場所であることはもちろんでございますが、一旦有事の際にはこの公園が皆様の大切な命を守る公園であるということも付け加えさせていただきます。どうぞ皆様、そういう意味を含めまして、この公園を末永く可愛がっていただくようお願いを申し上げまして、私の挨拶といたします。本日は誠におめでとうございました。式典に続き記念植樹が行われました。この公園は春部町3丁目で進む住宅密集地域の防災性と住環境の向上を目指す整備事業の一環として作られました。またこの公園の計画では、地域の皆さんとともにアイデア検討会が行われ、災害対応型器具の設置やウォーキングコースなどを設け、健康づくりに役立つような工夫などが形になりました。地域の新たな交流の場、憩いの場として多くの方々に愛される公園になるといいですね。